取ろうっていうあれはないですね。はい、まだ運転できる、マリオカートとか得意なんですけど、マリオカートとは違うって聞くので。はい、ありがとう。そう、運転しないんですよ。あ、しないってか、したことないんですけどね。なんか運転とかするほどなんか移動はそんなないかなみたいな。レッスンは進んでますね、結構。すーさん、ありがとう。休憩時間ではないんですけど、もうレッスンは終わってて、自主練してたんですよ。あ、じゅんじゅん、ありがとう。やばい、髪の毛がぐちゃぐちゃなのバレる。ピーター、ありがとう。はい、あのマジで髪の毛がぐちゃぐちゃなんですよ。誕生日の次の日にこんなにぐちゃぐちゃな姿で、はい。18歳ということで、何を目標にしたらいいんですかね。タリコ、ありがとう。パシャよいしょ。山さん、ありがとう。あ、ちょっとすいません、なんかグワングワン動いちゃって。本当にあの18歳はどんな1年にしようかなと考えてはいたんですけど、はい、どんな1年にしようかな。どんなのがいいと思いますか。うわー、なんかやばい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 量来た。びっくりした。ありがとうございます。ジンくん、タワー10本も、ケンケンもありがとう。えぐい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 。何のパーカーですか。何のパーカーでもないよ。なんかインターネットで買ったやつです。タワーで見えなくない、もはや。ありがとうございます。今年は何やろな、タワー10本ありがとうございます。本当に、でも皆さんちょっと本当になんか無理しないでください。はい、本当にびっくりしました。本当に無理しないでください。でもありがとうございます。生誕 T シャツ見ましたか。なんとなんと、エメラルドグリーンにしました。イエーイ。エメラルドグリーンにして、前回の生誕 T シャツがピンク色だったので、グリーンにして、桃カラーにして、今回ちょっとシンプルめに行きました。はい、そう、どうにありがとうございます。皆さん、ナンバでもっちゃん見かけた。いつですか。はず。ありがとうございます。いつ発売なんやろ、わかんないけど。全然わかんない。あ、もちもち、そう、もちもちなんですよ。もちもちにしました。嬉しい、可愛いでしょあれ。結構ね、そう、こだわりました。何時まで、ちょっと短めの配信になるかもしれないんですけど、はい、ちょっと練習もあれなので。もうね、時期が悪すぎた普通に。もっと長くしたいんですけど、辛口コメント辛傷なんて読むんですか。読めない。いらちゃん、ありがとう。辛辣ってどういうことですか。辛辣、辛いってことですか。どういうことですか。リーダー、ありがとう。わ、かわいい、ありがとう。そう、ナンバー歩けるくらいの生誕ティーにしました。待って、アキラ先生いたっけ、覚えてないな。きついってこと、きついってこと。
ついこと言ってましたっけ私。みんなそんな遭遇するんや。大きいサイズ XL ぐらいまでありましたよ確か。そんなないかもしれない。タワー立ち継ぎ本当にありがとうございます。嬉しいんですよ。ともちありがとう。本当にありがとうございます。今書くものないので、もしあの本当に後日絶対するのでショールーム、あのここ家じゃなくて今紙ないので、はい、お話し会でタワーの会ありがとうございます。お話し会も皆さん本当に待っています。待ってますよ。あのぜひお誕生日祝ってくださいね、このライトなんかあんまりなんか影になっちゃう。いや早くねお話し会とかでいっぱい話したいんですけど、みんなのみんなが何話したいかなと思って、いやいつもさ迷っちゃうんだよね。自分から話しかけた方がいいのか、なんか相手側が言いたいことあるのかなとか思っちゃうと躊躇しちゃうんですけど、皆さん的には私から話しかけた方がいいんですかね。もしなんか話しかけてほしいっていう方は、はい、あの言ってください話してって、あそういうことね。全然話すことあるんですけどね。話しかけてほしいんや。みんな言ってよみんないつもさ私にいっぱい思い伝えてくれるからさ、そのそれを聞いてさ、ほんまに嬉しいってなるからさ、お前に話しかけてって言う。オッケーオッケー。リアルお話し会、それな、リアルお話し会もあるんですよね。でもどうなんだろう、ちゃんと実施されるんですかね。話しかけてくれるかな。そうなんや。そうなの？じゃあ話します。沈黙、沈黙なんてないですよ。もう遮ってください。その当選とかあるんか。そっかそっか。でも当選もししなかったとしても応募券があるので、ぜひ応募してください。ぜひというか絶対応募してください。ぜひじゃないでした。にらめっこ、にらめっこ私勝ちますけど、皆さんねぜひなんかこういう内容喋りたいとか言ってくださいね。ありこ、あそうなんですよ、10日の昼型 NNB に出演することになったので、ぜひイエス、イエスシアター、ちょっと読み方がイエスシアターに足を運んでく来てくださったら嬉しいです。有観客かな、有観客ですよね多分。関東やったら当選しやすい。そうなんか、そんなことあるんですか。あ、関東やからってことですか。そうなのかな。あ、そう、劇場じゃなくてイエスシアター、あの劇場の前のところですね。そう、昼方はジオンとアイカとフーアが出ます。あとシンシンさんとコジリンさんですね。なのでぜひ来てください。で楽しみです。
新婚の話すると口を滑らしたら大変なんであんま話さないようにしてるんです。あと残り1曲になりました。私はでもね、頭パンクしそうなんですよ。ずっと頭パンクしそうでやばい頭痛くなっちゃう。1年ぶりなん？あ、そうなんや。すごいな。歌詞とか、確かに歌詞とか覚えるんが一番大変かもしれん。いや、それは嘘だけど、なんか歌詞ってめちゃめちゃ難しいから、歌詞にでも沿って踊らないといけないから、そう、マジで難しいです。言わせしないですよそう、もう早覚えて完成度を上げていかないと。え、 B2 公演で生誕祭なんですかね。わかんないですよ。1番と2番って、でも振りが違ったりとかしたらなんかむずっとはなりますけど、フロンティアね、私ちゃんとあの8期生密着見てるんですよ。はい、で、あきら先生の名言を聞いています。そう、ここドラムセットのある部屋です。あの暗い、ちょっと薄暗いんですよね。あそこつければいいんかな。ちょっと待ってくださいね。あ、全然関係ないみたいだ。全然関係なかったえ、先輩、え、どうなんですかね。わかんないよ。どうやってこうね、あれ教えたらいいのか。すごい今ね、椅子ないから変な姿勢でいるんですよ。ゆなな曰く、あきら先生もっちゃんのことが大好きって言ってた。いや、絶対なわけないやろなやばすぎやろそうなんですか。じゃあありがとうございます。はい、ショールームから言わせていただきます。はい名札忘れたこと、初期の頃あったかな。あんま覚えてないからないかもしれん。ゆうと、ありがとう。ちょっと待って、スクショするな。ちょ、前髪汚すぎ。ちょっとどうしよう。センターってでこだわったところ、なんかとりあえずシンプルを心がけました。なんか前回は結構うるさめの感じやったんで、なんか私が一番最初やったんでどんな感じとかわからんくて、なんか結構目立てばいいかとか思っちゃったんですけど、なんか自分着るのすごい恥ずかしくて、なんかメンバーもなんか恥ずかしいとか言われるから、だからちょっとなんか着やすいやつがいいなと思って、でめっちゃ着てほしいから、いろんな人に、だからちょっとシンプルめに作りました。ユキン頑張って頑張って、今からお仕事の方とか。そう、あれはあれで、まあピースしてピース。そう、考えるのめっちゃ難しい。体温報告、私ら体温報告じゃなかったんですよ。じゃなかったっていうか、普通に当たり前ってか、なんて言うんですか普通にしてました。え、なんかそのとこ、そこで測ってました。なんかレッスン会場違って、多分8期生でも、なんか
の方が私はなんか生誕 T シャツっぽくて好きやったんですけどね。ファンバトルのハッシュタグをね決めたくて、その募集してたじゃないで、ってしたら絶対乗っけようかなとか思ってます。くるちゃんありがとう。生誕 T どうやって着るの？何やろ、どうやって着るんだろう。え、何に着ても可愛いと思うけどな。女の子やったらスカートとかやし、男の人やったら大きめのサイズオーバーとかで、下普通に。女の子大きめに着ても可愛いと思うけど、まあでも多分みんな普通の日に着ないと思うから、劇場とかで着てくれたら嬉しいです。はい、そう、上着羽織れば、てか上着着なくてもバレないですよね、あれだったら。うわ、セタンティ注文してくれたんですか、ありがとうございます。とてもありがとう。タワーよいしょ。いや、私は思ってたんですよ、なんか私ジオンの生誕ティーとミユの生誕ティー持ってるんですけど、なんかあのめっちゃ着てる人いるなと思って、でも私のファンの人はなんかあんま着てくれてないなと思って、恥ずかしいんかなとか思っちゃって、だからいい感じにしました。わ、とてもありがとうだわ、マジでみんな着てないやんと思ってあ、劇場に入る前に来る人いるんだ、マジみんな着てなくて、だからちょっと着れるような服にしましたね。はい、着てくれたらでも嬉しいけどね、嬉しいよそりゃ、見つけやすいしそっちの方が。なのであと変わるので皆さん恥ずかしがらず着てくださいねえ、だから結構暗めの色にもしようかなと思ったけど、暗い系はいつも着てるし、私エメラルドとかなんか着たいなと思って、はい、もうあげる人は決まってますよ、もちろん予約者がいっぱいいるんですよ。あの岬とかにも欲しいって言われてたんですけど、ちょっとねもらえる枚数が決まってるので、本当はね全員にあげたいぐらいなんですよ。そのなんか後輩ちゃんとかにも来てほしいなと思ってたんですけど、あのやっぱり予約者がいるのでそう3枚なんですよ、3枚で自分の分と、あのはい、もう決まってるので皆さん予想してくださいね、はいエイジさんありがとう、ありがとう、あやべあのなんだっけ、あれ缶バッジみたいのもついなんか買えるんでしたっけ、はい、もう予約制なんですよ、予約制っていうか仲いい子というかみんなにあげたいけど本当は。みゆみゆはあげますみっちゃんとじっちゃんです、はいって言ってたら来ちゃった、何ちょっと待って、一瞬マスクするな、あ、うん、ちょっと映れん、今ね発表します、はい、ちょっと待って今ね、うんうん、あの生誕 T シャツあげるの誰って聞かれて、うん、今あの、うん、
チヨンとミュウって言って言ってたところやった。今からナンバトルハッシュタグをけっちょっと見せて。5個ある。え、今候補がねいっぱいあったので、はい、今みんなマスクしてるんで大丈夫ですよ。なんでちょっと候補を発表していこうと思います。はい、はい、では1つ目いきます。じゃあ一旦マスクしますね。はい、なんかマスクしてマスクしてって、そこんな遠いのに。はい、いきます。まず1個目、はい、江戸っ子もっちゃんは手やんでいい。そして2つ目、うん、センター目指してどんぶらこ。あー、いい。3つ目、もも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 。4つ目、ふざけてる。4つ目、選抜へどんぶらこ。これめっちゃいい。で5つ目、もっちゃんずラブ。私がエラーセレクトしました。え、もっちゃんずラブめっちゃいいね。でもあのおっさんずラブみたいな。そう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 。あ、おっ、え、4番は王道でよかった。選抜へどんぶらことセンター目指してどんぶらこ。ああ、その辺は王道でいい。うん、ミユとジオンは選抜へどんぶらこシンプルでいいよねって言ってて、うん、それはいいな。ミユの一押しは江戸っ子もっちゃんは手やんでいい。ジオンもやって。手やんでいいってどういう意味。手やんでいいみたいな。どういうこと、どういうこと。ここからちょっとウィキペディアで調べてみる意味。おっちゃんずラブ、みんなおっちゃんずラブ、おっさんずラブだっけ、あ、もっちゃんずラブだっけ。え、でもさ、でもさ、もっちゃんずラブ走った。手やんでーって江戸弁で何を言って嫌がるのだい、怖っ。もっちゃん怖っ。すごいよ、江戸っ子もっちゃんって、江戸っ子もっちゃんと手やんで江戸弁でつながってるの。江戸、あ、そうなんや。あ、ジオンが、うん、東の都から選抜までどんぶらこ。あー、いいね。そんなふざけてたのになんかいろいろいいものも全部見たです。え、でもなんかシンプル、私も全部見て、そのシンプル系はめちゃめちゃいいなと思って。そう、え、でもなんかさ、結構メンバーみんなさシンプル、うん、だけどさ、でもさ、なんか変なこと書いてたらさ、なんかハッシュタグさ、例えばなんか選抜目指して頑張るぞみたいな書いてもさ、なんかもっちゃんずラブみたいな書いても分かるかな。もっちゃんずラブはめっちゃいいけど分からへんね。分からない、何してるか分からない。じゃあなしとか。じゃ今から、もも、もも、え、それも、え、これに関してはコハタン。コハタン、コハタンすぎるからちょっと却下です。それコハやんってみんな言ってる。じゃあセンター目指してどんぶらこか、うん、選抜でどんぶらこか、うん、江戸っ子もっちゃんは手やんでいい。手やんでいいもよくわかんないけどな。でもなんかさ、どうなんだろう、みんなからしたらどうですか、何がいいんだ。え、そう、結構しっかり考えてるんですよ。だからアンケートしよう。だって、え、でもこれみんなふざけちゃダメだよ本当に。え、あなたたちの答えがもっちゃんになる。え、そうだよ、これで、ね、まあでも、え、ハッシュ、そう、朝尾とかあったの、なんか見た見た見た。なんだっけ、朝尾、なんかガッツ朝尾みたいな、あ、そう、なんかなんかなんかあったよな、笑った。手やんでなんだっけ。え、何を言ってるだがえみたいな。江戸っ子もっちゃん何言ってるんだいみたいな。そういうこと。手やんでいってそんな意味ないよ。江戸っ子って東京ってこと。うん、あー、なるほどね。東京、うん、何を言って嫌がるのだい。え、なんかどういうのがいいんだろう。え、ミユ何だっけ。僕はありがとうございます、ハートの。選抜でどんぶらこ、センター目指す、うん、選抜って言うと多いんか。そうやな、うん、選抜目指してどんぶらこと、選抜目指してどんぶらこと、じゃあ選抜でどんぶらこと、まあ何でもいいけど、センター目指してどんぶらこ。選抜やな。選抜目指してどんぶら、ミックスさせる。ああ。センター目指してどんぶらこ、選抜でどんぶらこ。
選抜目指してどんぶらこってこと、うん、あ、いいよいいよいいよ、え決まっちゃった、こうやってみゆが決めたみたいな、違う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 、え、選抜目指してどんぶらこめっちゃいいな、え、ほらみんないいって言ってる、やんな、めっちゃいい、え、5番の候補なんやっけ、5番の候補、うん、さっき言ってたやつ、もっちゃんずラブ今5番なんや、5番はって聞かれてなんやっけって思って、もっちゃんずラブです、選抜目指して手やんで、え、何を、あ、でも私の中、私の中、選抜目指して何を言ってんのねえ、ダメやん、それそれなんかあれやん、逆の意味になってるやん、選抜目指してどんぶらこ、選抜目指してどんぶらこやっけ、え、めっちゃいいと思う、いいな、え、でもなんかほんとマジで、あ、なんだ、迷っちゃうんだよな、こういうの、何と、え、なんかさ、え、ほんとにこれでいいかなみたいな感じの悩み、え、お、なんか全部混ぜてる人いるわ、何、選抜目指してもっちゃんずラブでもみんなさ、どうかのなファンの方々の愛称もっちゃんずラブに変えたら、いや、どんぶらこじゃなくてなあ、いいやんな、もっちゃんずラブ、確かに今さら変える、みえも変えたいもん、え、変えてもいいんかな、え、いいやろ、みんな的にはどうなんですか、私結構それ好きなんだよね、私コメント見た時、あ、おもろって思ったもん、なあ、いや、おもろいと思う、マックプロってこんなでかいえ、それちょっとまたちょっと後日考えますね、ファンネーム、そう、ちょっとあの変えてもいいですかっていうあれで、ジオンモール、ジオンの国じゃない、国民だっけ、あ、ジオンモールね、ね、あ、どんぶらこがいいですとか言ってる人もいるよ、そうやな、手やんでよ、私ちょっと気に入っちゃったよ、そう、またそれは後日やっとして、あ、そう、決まったらまたツイートするのでちょっと待っててください、あの写真撮ったりしたいので、はい、またツイートしますね、あ、あの今何やっけ、あのナンバトルのハッシュタグを決めてました、選抜目指してどんぶらこに決定しました、テヤンデイ自己紹介に入れようって、もっちゃんテヤンデイえ、どういうことどういうこと、東の宮から天馬娘がどんぶらこ、どんぶらこあっちもこっちももちもちテヤンデイってこと、もっちゃんテヤンデイみたいな、なんかこっちもこっちもテヤンデイいいよなんでもっちゃんいなくなってるやん、えどこもっちゃん誕生、ちょっとそれ好き、えどこもっちゃんあれやん、どんぶらこみたい、あ、確かに、うん、そうそうなんですよ、ごえもんか、死ぬ、選抜目指してどんぶらこに決定や、ありがとうございます皆さん考えてくださって、あのいっぱい全部見ました、本当に、でもふざけてる方とかもいて面白かったですベイビーさんありがとう、ん、ん、ん、違う全部それめちゃくちゃ売ってそうこれ確かに要は朝をテヤンデイモモかミドルネームついてる違うんだけど、まあそういう方やな、はあ、もうちょっとねゆっくり配信をしたいんですけど、ねえ、なんかタワーめっちゃ可愛いんだけど、マジ見て、なんかクマのやつ、え、そう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 、このめっちゃ見えるめっちゃホラー映像みたいな、え、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、うん、でかない、え、こんな、ブワーみたいな、だからさ、さっきさパーカー何着てるのって言ってたからさ、見せようとしたら何も映んなくてさ、このパーカーの
エンジェルベイビーって書いてる。かわいい。天使の赤ちゃんって意味。エンジェルベイビー。エンジェルベイビー。違う、神、ゴッドベイビーや。全然できなそう。え、みーめっちゃタイピング早いな。マジ？世界一早い。私英語打つの早いよ。ローマ字入力。みーもやる？え？それローマ字入力じゃない。あ、いよいよ踊ってない人。え、ああ違う違う違う、携帯携帯、あ、携帯な、そう、ほんまや、めっちゃ5時で来るもんなあの、F とかいきなり入ってくるからそうな、F みたいなそう、ノーマジ入力の人なんですよ。めっちゃうるさいやん。ハワー、ほんまにありがとうございます。スノーマン、ありがとう。やばいやばいやばい、止まっちゃった。ネットフリックス見たい。ごめんなさい。え、ネットフリックス？死ぬ。マジ。今私たちの学校はやっけ。マジ見たい。死ぬ死ぬ死ぬ、ほんまに見たい。18歳の豆腐？豆腐ってこと？豆腐って書いてあるもんだって。豆腐？え、今卵豆腐ハマってる。マジで。卵豆腐って何の？卵の豆腐。マジ美味しい。18歳の抱負はなんだろうな、もっと大人っぽくなるあの、かっこよくなる。もうかっこいいで、ほんま、うん、じゃあもう達成してた、うん、じゃあダンス上手くなる。もう上手い。いっぱい目標ある、そんなん言ったら。もう上手いで。ちょっと達成。うん、達成してる。なわけないや。ガチガチ。マジ。うん、ダンス上手くなって、いっぱいあるんだよな。あ、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 あ。朝飲むか。朝飲むかで。そうやな、でもあれやな、あの目標はめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。あのね、本当に いっぱいある。なんかお手本になるような先輩になるとか、昇格も選抜ももちろんあれなんですけどね。まあ18歳、まずは昇格、そしてこのイベント17枚目、違う、間違えた、17枚目は結構遡っちゃった。27枚目シングルで選抜に入ることを目標に頑張ろうと思います。おい和田って言われてる。怖い。赤ねえ、和田うっせって流行ってんの？え？え？和田うっせって流行ってんの？さつき、さつきうっせは見たことあるけど。めっちゃさ、なんかさ、うん、え、なんかさ、え、めっちゃ来るんだけど、ほら。ほら。え？お前のえ、どういうあれ？わたたた。ブン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 だった。あれスーパーソニックって言ってんの？絶対スーパースター。スーパースターなの？わかんない。わたたわたた。いやでもね、18歳って早いもんだね。私16歳で入ったからさ。え、そうなん？え、うん、一応怖くね？みーも22やったからな。え、怖怖。待って、 TikTok 本当にすいません更新しなさすぎて、リハがあれやって。今は18歳です。18歳、16、17、18、2歳も年老いちゃったんだ。え、ミルテンめっちゃ撮りたい。しみじみ。18歳なんですよ。だからちょっとあの18歳は
もっと頑張ります。ちょっとね、この高いな、うん、ちょっとランキングだけちょっと読んでいこうと思います。それでは13位、てるちん、ありがとう、ありがとう。12位、にろちゃん、ありがとう。11位、えいちさん、ありがとう。マジプロだから私。10位、スノーマン、ありがとう。おもち。9位、カリコ、ありがとう。8位、ともちん、18歳の1年ももっちゃんの笑顔を守ります。お、たくましいっていうんですか、頼もしい、頼もしい、ありがとうございます。7位、じゅんじゅん、18歳も推しメンです。わ、ありがとう。これからもずっと推しメンでいてください。はい、かわいい、うん、みんな静かになるのやめようよ。6位、けんけん、誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。5位、トトエモン、ありがとう。4位、小山さん、素敵な思い出一緒に作りましょう、ありがとうございます。3位、ゆうとどんぶらこ、ありがとう。2位、リーダー、選抜目指してどんぶらこ、早速使ってくれてる、ありがとう。1位、じんくん、夢が叶う1年になりますよね。本当に夢を叶えて、いっぱい叶えていこうと思います、ありがとうございます。そう、めっちゃ可愛くない、ここ、この壇上、マジ写真撮りますね今から。はい、チーズ、はい、チーズって私だけか、待って待って待って、はい、チーズ、オッケー、かわいい、ありがとうございます。いっぱい、もう最高の誕生日でした。あの、昨日だったんですけど、アバター達成、え、なんか達成したんですか、なんかイベントやってるの、え、そうなの、え、知らん、イベント1達成して、え、どういうこと、どういうこと、なんかイベントが勝手にイベント入ってるの、私スクショ、え、アバター作れるみたいだって、なんで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 、ガチ誕生日だから、めっちゃいいやん、え、下手くそだから、でもボツとか桃、でっかい桃とかになるけど大丈夫かな、え、スイーツがもらえるんだって、あ、そうなんや、なにこれ、何バトル300漂うしなったな、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、読めない感じってなんて読むの、漂うじゃなかったっけ、評価、うん、300票失った、え、どういうこと、どういうこと、え、これたす、え、何が、どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、え、デジタルギフト券、あ、ひょうって読むんか、これ、え、漂うじゃなかったっけ、やば、やっぱ漢字読めなかった、ダメだ、あ、そういうことですか、なんか次元爆弾みたいはい、まあちょっとか、あの、終わり方変なんですけど、ちょっとあの、皆さん本当にありがとうございます、タンプで漢字ドリルでいいって言われてるありがとうございます、皆さん本当にありがとうございました。ツイッターもたくさん祝ってくださってありがとうございました。またあの、皆さんからもいただいたタワーの分のあの、あれはまたお家に帰って書かせていただいて、また後日配信するのでよろしくお願いします。また見てください。では
バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。あれ、待って、終われない。